動画をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。競馬ブック重賞トーク、今週はこちら競馬ブック見星局よりお送りいたします。まずは出演者の紹介です。競馬ブックより見星局では厩舎取材を担当、グリーンチャンネルのパドック解説などでもおなじみの林重則トラックマンです。よろしくお願いします。そして進行は私、研究ニュース編集部、藤原由紀でお送りいたします。今回は8月11日日曜日、新潟競馬場で行われるサマーマイルシリーズ第2戦関屋記念を展望していきますが、その前に、しげさんの、林重則トラックマンのお仕事をちょっと簡単に説明させていただきます。はい。当日版新聞のですね、こちらの方では関東版競馬ブックの、新馬障害レースの本誌予想を担当されています。それから、週刊誌の方では、結果欄のですね、次走へのメモのコーナーを担当されています。まあ、しげさん、毎週土曜日日曜日は競馬場の方に詰めて、年間にするともう何千頭という馬たちを見続けているわけなんですけれども、はい、はい、一般のお客さんか、まあ、今動画をご覧の方がそうだと思うんですけれども、パドックはなんとなくわかるんですけれど、はい、まあ、本馬場入場からこの返し馬に行く時にどんな風に馬を見ればいいのかっていうポイントとかがあれば教えていただきたいんですけれども。まあ、なかなかね、ポイントといってもね、一口にちょっと説明しづらいものはあるんですけれどもね、まあ、僕がやっぱり大事にしているのは、馬場に入ってきて、こう、なんていうんですかね、キャンターに下ろす瞬間のね、その身のこなしですとかね、あとその馬のこの気持ちの入り方ですとかね、まあ、そういうところを見ますけれども、まあ、やっぱり大事になってくるのは、横の比較じゃなくて、縦の比較なんですよね。まあ、現場に常にこう足を運べる競馬ファンの方っていうのはね、まあ、いろいろその事情もあって、ウィンズ派ですとかね、はい、まあ、いろんな形で競馬を楽しんでおられる方がいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、なるべくね、やはりパドックももちろん大事なんですけれども、まあ、返し馬見るっていうのは一つこう非常に競馬の面白さっていうのをね、感じられるところであると思いますんでね、なるべくこう何回も見ていただきたいと。同じ馬もやはりね、次のレースと変わってきたりしますしね、はい、特徴なんかもありますもんね。その馬の一回暇な時にね、計算してみたんですけどもね、はい、やっぱりもう2万レースぐらい見てますんで。2万レース、はい、やっぱり仕事上ね、パドックは全部びっちり12レース見るっていうのはちょっとやっぱり不可能なんで、僕たちもね、はい、いろいろ仕事抱えてますんで。ただそういう状況でも返し馬だけはとにかく見ると、うちの競馬ブック、そっか競馬研究、みんな返し馬は熱心に見てますんでね、うん、まあ、その辺も結構 i モードのサイトなんかでなるべく伝えられるようにね、はい、現場の方でも努力してますんで、はい、またそちらの方もぜひご覧になっていただきたいなと思います。そうですね、はい、はい、それから、まあ、次走へのメモのコーナーを担当されていると思うんですけれども、はい、まあ、こちらやっぱり先ほども話出ましたけれど、やはり皆さんにはみんな現場でずっとパドックからレースの終了まで見ているわけではないと思うんですよね。そこはやはりしげさんとかパドックからレースまで終了までずっと見た中で次走へのメモを書かれていると思うんですけれども、はい、どういったところとかを注意して重点的に重視して書いているかなとか、やっぱりね、まあ、今グリーンチャンネルでね、レースリプレイの他にもね、パトロールフィルムというのをね、放映されていると思うんですけれども、はい、やっぱりね、あれをそのレースが終わって確定した後でね、我々の部屋でもそれをすぐに見れるっていうふうになってるんですけれども、やっぱりそこでこうなんていうんですかね、横からじゃなくて縦から見て初めて分かることって結構多いんですよね、うん、フリーがあったりですとかね、うん、まあ、そういうのをなるべく捕まえて書くようにはしてるんですけれどもね、うんうん、あまりこうだらだら書いてもしょうがないんで、なるべく簡潔に書くようには努力してるんですけれども、結構、まあ、馬券のヒントといいますかね、文字通り次走へのメモっていうふうに
まあ、したいなというふうにはやってるんですけれども、はいはい、そうなんですよね。だから映像でやっぱお客さんたちがやっぱ見れるのは断片的なところしかやはりね、うん、あのレースでも映ってないところで実は何か大事なレースを、ね、そうなんです。実際映ってないところの方がね、大事だったりしますんでね、競馬っていうのはね、いかにその情報をたくさん捕まえられるかっていうのはね、うん、アナ党の方なんかはね、はい、特にそうやって穴馬を探していらっしゃるんでね、はい、まあ、なるべくその助けになればいいなとは思ってますけどね、うん、と、まあ、レース後馬券を買って気になったことが不可解なことなどが皆さんもあると思います。その点を解決する答えヒントが満載なのがこのレース後のインタビューであったり、今回しげさんの担当されている次走へのメモだと思うんです。こちらは週刊誌の方で、刊末の方に結果欄に載っているんですけれども、週刊誌だけでなくですね、競馬ブックウェブ、それからスマートフォンアプリ競馬ブックスマートでは自分の見たいレースを選んで見ていただくのはもちろんですが、その馬のページを開いていただくと、なんとデビューからこれまでのキャリア全レース分を簡単にチェックすることもできます。詳しくはこちら競馬ブックホームページをご覧ください。さあ、前置きがちょっと長くなりましたが、はい、それでは予想を伺っていきたいと思います。まずは、印の紹介です。林重則トラックマンの関谷記念の、印です。本命が1番レッドスパーダ、対抗が12番ドナウブルー、黒三角が16番ジャスタウェイ、白三角の1番手が当番ムクドス、以下3番レオアクティブ、13番ミッキードリーム、5番フラガラッハ、7番ダンリョウとなりました。さあ、それでは伺っていきましょう。まずは本命レッドスパーダ、はい、お願いします。まあ7歳馬なんですけれどもね、はい、まあ結構長く休んでましてね。そうですね、うん、今年の1月に復帰した時が1年2ヶ月の休養を挟んでますしね、はい、まあそれから2戦して、まあ、3ヶ月の休養を挟んで、はい、まあ、前回パラダイスステークスがね、はい、まあ、久しぶりの勝利になったんですけれども、はい、まあこの時はね、スタートからまあ押していきましてね、うん、まあ、花に立つ構えから一旦引いて2番手からの競馬になったんですけれども、はい、まあ、このレースは結構オープン特別とはいえね、結構いいメンバーが揃ってたんですよね、はい、まあ、特に人気を集めてたのが、まあ、ハナーズゴールという馬なんですけれどもね、はい、まあ、これの追撃をまあ見事に封じ込んだと、はい、まあ、58キロを背負って、そうでしたね、うん、はい、かなりちょっと馬場もね、うん、東京コースちょっと荒れては来てたんですけれどもね、うん、1分20秒1というね、開催の最終日そうですね、だね、3回東京の6月23日、はい、そうですね、まあ最終日じゃないですね、うん、これは最終日ではありませんね、はい、はい、この後もありましたんでね、まあ、もともと NHK マイルカップで2着してるほどの馬なんですけれども、はい、ちょっとね、さっきの、まあ、次走へのメモにも関連しますけどもね、はい、この馬は割と返し馬硬いんですよね、いつも大体実際 NHK マイルカップで2着した時も僕本命にしてたんですけれども、うん、まあ、ちょっと返し馬見て大丈夫かなっていうぐらいちょっと出かけがねちょっと硬いんですけれども、まあある意味ねスピード馬のこう裏返しといいますかね、うん、うん、まあ、特にやっぱこういう馬は、ね、夏場いいと思いますし、はい、でなおかつやっぱ新潟コースっていうのは純粋なやっぱりスピード、うん、まあ、特にこの外回りのマイルっていうのがね、はい、速いペースで行ってもなおかつそのなかなか追い込みづらいといいますか ね、 そうですね、はい、まあ、特に小馬のこのぐらいのクラスになってくるとね、ある程度やっぱスピードの持続力っていうのがね、うん、重要になってくると思うんですけれども、はい、まあ、この馬実際マイルでね1分32秒台という時計をね持ってますし、そうですね、はい、はい、NHK マイルカップと、まあ、2回確か持ってるんですよね、はい、この時計で走ってるんですよね、はい、まあ一応ね、この2週はね新潟もまだ梅雨が明けていなくて、うん、週中にかなりまとまった雨が降ったりして、そうです、はい、まあ芝はね量量だったんですけれども、ちょっとやっぱりね若干含んでる感じがあったんですよね、水分をね、はい、まあ、ところがね今週は本当にこう暑い気候が続いているようですし、まあ、いよいよ新潟の夏本番かなという感じがいたしますんでね、はい、まあ、去年ドラウブルーという馬がレコード勝ち1分31秒5で勝ったんですけれども、はい、まあ、それに準ずる時計がね出るんじゃないかと、あとその枠順もまたいいところ引いたんですよね、ですね、僕ねこの前やっぱり
逃げるよりは、うん、あの2番手に控えた方がね、よりパフォーマンス、いいパフォーマンスできるというのは僕は思ってるんですけどね、はい、まあ、あのこれは僕の勝手な妄想というか読みですけれども、はい、あの三歳牝馬の、ね、男子社員という馬がね、そうですね、はい、やや外目の枠なんですけれども、51キロで、はい、これがまあ行かせてね、うん、2番手という形がね、はい、まあ、取りやすい枠ですよね、これね、うん、1番枠 ね、はい、その他にね、こう絡んできそうな馬っていうのはあんまりこういないんですよね、うん、見当たらないですね、まあ、あのドラブルーは当然ね、はい、ある程度早めに来ると思いますけれども、まあ、ですから本戦はこのレッドスパーだとね、ドラブルーの一体だがちょっと美味しい馬券かなというふうには思ってるんですけれどもね、はい、ちょっと先走りしてしまいました。とんでもないです、すいません、とんでもない、はい、その、ドラブルー対抗ですね、はい、去年は2番手から早い上がりでまとめて、はい、うん、今年は連覇を狙う立場ですが、いかがでしょうか。はい、ちょっとやっぱりね、今年去年、まあ、秋のマイルチャンピオンシップでもね、はい、3着したんですけれども、ね、ちょっとね、今年明けからのね、レースぶりがね、うん、ちょっとこう牝馬特有のね、難しさといいますかね、うん、ややちょっとそういうところは見受けられてはいたんですけれども、ビクトリアマイル入着掲示板とおりましてね、はいはい、で前回中京記念、まあ、少しレース間隔を空けて、はい、体を増やしてきたんですけれどもね、はい、12キロ増、まあ、去年確かね、勝った時は438キロだったんですよね、はい、そうですね、はい、ですから決して前回、まあ、太めに作ったというわけではないんですけれども、はい、まあ、ご存知の通り、中京記念はね、フラガラッハという馬が、まあ、これ出てきますけれどもね、これは連覇したんですけれども、もうフラガラッハのババになってたんですね。ですね、まあ、これはもうフラガラッハの連覇信じて馬券買った人には美味しい馬券だったんですけれども、うん、まあ、いわゆる外側のビル追い込みが効く馬場になってましたんでね、はい、まあ、その中で、まあ、正攻法でね、56キロというね、牝馬、はい、にしてはまあ実質58ですよ ね、 そ、 うですね、その、はい、重い筋量を背負って、はい、まあ、次回につながる4着だったと思いますんでね、うん、これはもう間違いなく、まあ、フラガラッハが中京記念連覇したということの裏返しですよね、うん、ドラブルにとってはもう、走れる構想の条件がまあ全て整ってるわけですよね、54キロですしね。ただ問題はちょっとやはり今年パフォーマンスがね、少し落ちてるかなというところがありましたんで、はい、まあ、本命にはしないかったというところなんですよね。ただ、まあ、レッドスパーダが押し切るところに、そうなんです、向こうの2頭でね、こちょこちょっとやってくれるともう最高なんですよね、はいはい、ということでございます、そして、黒三角、こちら休み明けになりますかね、ジャスタウェイですね、はい、6月の、エプソムカップ以来ですが、いかがでしょうか。まあ、これはね、昨年の秋もね、毎日王冠で2着して、はい、まあ、天皇賞でもね、三歳馬になりながら、まあ、6着と放送したということでね、はい、やはりこの馬はね、コーナー2回で、はい、ね、なおかつ時計の速い硬い馬場がね、うん、まあ、一番合ってると思うんですよね。なるほど。で、まあ、このマイルの持ち時計だけ見るとね、1分35秒3ですか。そうですね、ちょっとやっぱり、ね、うん、っね、実質的には32秒台の争いとすると3秒詰めなきゃいけないんですけれども、うん、これ2歳児のね、戦歴なんですよね、ほぼね。あ、なるほど、うん、特にこの新潟2歳ステークス、あ、そうですね、デビューは新潟のマイルでデビューしてね、圧勝して、はい、で、まあ、新潟2歳ステークスはモンストールの2着だったんですけども、うん、あの時はもうスローのね、瞬発力勝負で2頭でちぎっちゃったんですよね、はい、ですからね、おそらく僕は十分対応できると思うんですけれども、はい、ただやはりね、今のこの馬にはちょっとマイルは忙しい嫌いは若干あると思います、うん、なるほど、はい、まあ、鉄砲も効く馬ですし、はい、まあ、これ秋に大きいところを使うためにはね、うん、当然これ4歳馬ですんで、賞金半額になってますんで ね、 ま ね、はい、ですから、まあ、ここはもちろん賞金加算が至上命題だと思うんですけどもね、まあ、ですから3番手以下に落とせないんですけれども、やっぱこれが届かない場面というのはね、考えておきたいなと思います、はい、さあ、そして4番手ですね、こちら、関東馬ですね、ムクドク、はい、はい、こちらお願いします。これ正直ね、はい、ちょっと高速決着には
あのクエスチョンがつくと思うんですね、うん、あの中山のコチステークス1分32秒台で勝ってますけども、やっぱり基本ねこの馬ちょっと上がりがかかる、うん、少しあのパワーを要する馬場の方がね結果出てるんですけれども、うん、あのただねその中京記念でね、はい、外を回った馬がこう伸び伸びと走る中ね、ちょっと馬込みで窮屈な競馬してたんですよね、この馬ね、まあ、いわゆる次走へのメモを書いてる人なんかチェックしてたんじゃないかなというようなレースぶりをしてましたんでね、あの調教の感じ見てもねすごく今具合良さそうなんでね、はい、これはちょっとやっぱり穴っぽいところで押さえておきたいなと思いますね、はい、さあ以下、レオアクティブミッキードリームプラガラハランリョー、やはり怖いのはレオアクティブの足足、うん、そうですね、ただあのこの馬ね、あのまあこれ新潟で強い競馬したのはあの内回りの専用なんですよね、10秒切る時計でね、それと昨年の、KO 杯オーターマーネですか、はい、1分30秒というとんでもない時計でインから突き抜けたんですけれども、ね、はい、やっぱり基本はね短い直線で一瞬すごい足を引き出すってそういうタイプだと思うんですよね、まあ、ですからこう外回りのマイルっていうのはね、うん、まあ、まあ、あのいい枠引きましたし、まあ、横山典弘ジョッキーもその辺も十分、はい、十分承知だと思いますんでね、まあ、これは立ち回り一つだと思いますね、はいはい、さあ馬券はどのように変われますでしょうか、はい、さっきもちょっと申し上げましたけどもねあのレッドスパーダドナーブルーの、ね、はい、まあ、先行決着といいますかね、2頭で、まあ、そこに 何かが追い込んでくると、まあ、ですから3連単も基本この2頭のフォーメーションですよね、はい、まあ、資金に余裕があれば、まあ、ドナーブルーとの1、2着裏返しで、まあ、3着に印をつけた馬、はい、で1、3着の裏返しで、以下印をつけた馬を2着裏に塗ると、はい、この2枚で、何点ぐらいですかね、まあ、多分30点までいかないと思うんですけどもね、24点で収まらないですかね、収まらないか、2×、あ、まあ、まあそれはまああの後で確認して、多分この辺に出てると思います。あの大体30点ぐらいで収まると思いますんでね、レッドスパーダの単勝でも妙味が、いや、まあ、もちろん買えますけどもね、レッドスパーダの単勝もね、はい、はい、まあ、そういう感じで買いたいと思います。資金になる方は3連単のフォーメーションで、しげのりトラックマンに乗ってみてください。さあ、といったわけでお送りしてきました競馬ブック重賞トーク、まあ、今回出演された林トラックマンをはじめ聖トラックマンの予想やレース当日の直前情報、豊富なデータをあなたの手のひらに、スマートフォンアプリ競馬ブックスマートもよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。本日はどうもありがとうございました。